芸能取材歴30年以上、タブー知らずのベテランジャーナリストが、縦横無尽に話題の芸能トピックの、裏側、を語り尽くす。TBS のバラエティ番組、奥様はモンスターに、で、デブイ夫人が一般女性を平手打ちした事件。この被害者が、自民党の後藤田正純衆議院議員の不倫相手だった銀座のホステス、A子さんであると、先週発売の、週刊文春、文藝春秋、が報じた。その後、クラブ関係者に取材してみると、この A子さんは、銀座ではトラブルメーカーとして有名で、問題ホステスだったことが明らかになった。フライデー、講談社、が、女優、水野真紀の夫、後藤田代議士と A子さんとの不倫を報じたのは、2011年6月。当時 A 子さんは、銀座8丁目のクラブ、F、のホステスで、同誌によると、二人ハバーで一目もはばからずキス&抱擁。トイレに入ったまま、しばらく出てこなかったという。さらに、後藤田代議士は赤坂の議員宿舎に彼女を持ち帰り、その一部始終が撮影されて報じられるという、生々しい不倫スキャンダルだった。ちなみに、A 子さんが勤めていた、F、には、加藤茶と結婚した綾菜さんも在籍。二人は六本木の料理屋で知り合ったとされているが、実際にはこの店で、お客とホステスの関係で知り合ったというのが慣れ初めのようだ。話を元に戻そう。A 子さんは翌年2月に、8丁目の大箱クラブ、R、のママとしてスカウトされた。月給は200万円と言われ、ホステスたちから羨望の眼差しが向けられた。しかし、これだけの待遇ということは、相当な額の売り上げのノルマが課せられる。ヘルプ同然のホステスからママになり上がった A 子さんには、固定客もいない。一人だけ、年配のお客がいたようだが、高齢とあって飲むとすぐ寝てしまう。その間に A 子さんは高いボトルを入れるが、それでもノルマの数字には到底追いつかない。店としては A 子さんに客寄せパンダとしても期待を寄せたが、A 子さん目当てのお客も現れず、店の期待は裏切られたために、経営者と揉めて、一か月足らずでお払い箱になった。その後、A 子さんは6丁目のクラブ、J、の姉妹店でヘルプとして働き始めた。その頃から、J、ではホステスの財布の盗難が相次いだために、A 子さんは疑いをかけられ、この店もすぐクビになったという。それから、A 子さんがどこかの店に移ったという話は聞いたことがありません。デブイ夫人の平手打ち事件で TBS の番組に出演したと聞きましたが、今はどこかにいるのかもわかりません。J のスタッフ